はい、こんにちは。というよりこんばんはですが、こちらではあつしです、今回第52弾ですかね。今回はちょっとね、アニメの名言を紹介してみようかなと思います。以前この名言紹介ってやつをやってたんですけど、だいぶ前ですけどね、うん、まあそれをこう気に入ってる人も結構いたので、うん、今回ちょっと、アニメの名言しようかなと思って、まあ 2,3 個紹介しようかな。とりあえずお試しということで、はい、ということで、まあ、早速いきますか。じゃあ、何しようかなというところで、あ、これにしましょう。はい、これ何のアニメか。落ちこぼれだって必死で努力すりゃエリートを超えることがあるかもよ。さあ、これはまあ懐かしいですね。今の子はあんま分かんないかな。何でしょう、これ。はい、答えはドラゴンボールね。より主人公孫悟空の名言ですね。エリート戦士のこうベジータと戦う時にね、言った言葉ですね。もう本当その通りですね。うん、まあ持って生まれた才能ってもちろんあるんだけど、でも努力ってそれを上回ることもあるんだよ。努力ってすごく大切だよってことですね。で、努力って別にお金が必要なわけでもないし、年齢制限とか身長制限とかそういう体の制限があるわけでもないし、うん、男女の差もないし、誰でもしたいだけいくらでもできる。そしてしただけ必ず何か意味がある。そういうものなので、うん、とてもいいもんですよね、努力って。はい。続いて、これもすごく有名ですね。はい。では、これは何のアニメ、漫画でしょうか。誰にでもできることとできないことがある。お前にできないことは俺がやる。俺にできないことをお前がやれ。かっこいいですね。これ超有名ですね。はい、これはワンピースよりサンジの名言になりますね。サンジのセリフ。まあ、NES ロビーにこうロビンが救出に行った時に、ソゲキングに対してこうかける言葉ですね。うん、これ先生も好きでよく覚えてますよ。うん、やっぱ仲間っていいなって思った時ですね、これは。仲間ってそのためにあるよね。みんな一人一人違って、得意なもの、不得意なもの違う。うん、だからこそ、こう、お互い、補い合ったり、こう、助け合ったり、することができるし、それが必要だよ。そのために仲間っているよ。非常にワンピースらしいセリフかな、名言かなと思います。はい、ではあと最後にしよう。これも有名ですが、ちょっと古いドラゴンボールと一緒にぐらいかな、うん、でも最近結構また有名です。諦めたらそこで試合終了ですよ。ザ名言って感じの。はい、これはスラムダンクですね。今ちょっと結構またこう再び熱が、こう出てきてるとか、熱くなってるもんですけど、はい、安西先生ですね。安西監督、ほんとその通りですね。やっぱ諦めたらそこで終わりなんですよ。諦めたらダメだよ、シンプルなことですけどね。でもすごく大切。諦めたらもうそこで終わっちゃう。要は諦めるなってことですよね、簡単に。でも結構しがちだと思います、ね。こういう名言をいっぱいこう心の中に持っておくと、人として、まあ、成長できるし、こうなんだろう、強いマインドを持って生きていくこともできるかなと思います。はい、ですので、まあ、こういった名言もね、いろいろまだ他にもたくさんあると思いますので、ちょっといろいろネットでも調べてみてください。はい、では今回はこの辺で。あ、ちなみに今だいぶちょっと朝と夜寒くなってきましたね。はい、なんで体に気をつけて、はい、お過ごしください。日本はどうかわかんないけど、日本はだいぶ寒いかな、はい、お気をつけてお過ごしください。ではね、またね、バイバイ。